はい、それではソルト&サンクチュアリー続きの方をやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、レベル上げと、それから装備の強化等々しようと思ってですね、裏でちまちま進めてたんですけど、たまたまですね、このサンクチュアリに来て、でですね、そもそもが、ここに来る予定ではなかったんですよね、本当は。取り逃してる。あ、革のブーツセット。間違えたんですよね。本当は洞窟のサンクチュアリに行こうと思ったんですけど、間違えてこちらの方に来たんですよね。なので、引き返そうと思って、ここに帰っていたところですね。行ったことのない場所に出まして、で、NPC を発見しました。というわけで、今からそちらの方にちょっと向かいたいなと思います。ここで合ってるかな。ここし、えっとですね、この下見えますかね。ここはまだね、開かないというか、ちょっと場所がわからないんですよね。で、この下ですね、ここ。スーッと抜けて、あそこまで取れないんですよね。で、こちら右側を抜けるとですね、今まで来たことない場所にいるんすよ、ここに NPC の人が。顔が見えお会いできて光栄です。ソルトボーンって書いてある。ソルトボーン、炎のように揺らめく、命より生まれました。溺れゆくソルトボーンによって書かれ、ろうそくの炎の中で唱えられた魂の歌によって召喚されました。どこから召喚されたの？寒くて息苦しく。罪を洗い流す。なんか罪犯してないよね。そうだよね。浄化は腐敗していません。じゃ、なんか買うわ。これは何でしょうか。あ、でも、ね、とりあえず、他にあるかな。7500あれば買えるな。これで終わりだな。光と共に歩みなさい。ソルトボーンだって、マツさんソルトボーンなんだって。ここはこういう場所なんだ。なるほどね。では、戻りたいと思います。
はい、では前回の、ボスを討伐したエリアからですね、こちら先に進んでいきたいと思います。ここをボス戦戦ったところですね。ボス戦があった場所。でもまあ普通に左でいいと思うんですよね。あっち側は行けるんですけど、ちょっと怖いんですけどね。あっ、あぶな。たんだけど上がれない、そっちからじゃないと。なんか上に NPC がいる。あら、あなたも私と同じみたい。あー、まあ、そんなところっすかね。はい。途中で道が塞がれている紅の層と呼ばれる障壁。あー、夜勤だって。あ、はーい、ありがとうございます。優しい。紅の層の役人だって。狩人の目で世界を見る。怪物を閉じ込めるために。設置する方法を知ってる人は残ってないんだって。彼の成功になってるんだって。ありがとうございます。これでも帰れないね。赤いで、説明を見る。特定認証に事象に対する影響力を持つようになる。松明を掲げるとだって。ちょっと待って、松明セットするな。いつもはね、ランタンをセットしてるんですけど。松明いるね、これ。あ、右、ここ秘密扉だ。上にあるけど、上は多分行けないな。
わあ、降りる勇気がない。今のところ多分ね、何もないと思うんですよね。ここ上もあるけど、多分今は行けない。街の向こうの砦、登れないな、多分これ。上には登れないような気がするな。行くとしたら向こうだな。あ、行けた、こうだ。だから。シリーズ。はい。はい。愛のための死って書いてある。何愛のための死って。あっ、甲羅を発見しましたね。はい、では先進めていきたいと思います。はいはい、今のところね、ここに船頭さんがいるんですよね。で、話しかけると、東に向かうかいということで、一回、はい、東の方に行ってみたいと思います。連れて行ってもらいましょう。これまた星が綺麗っすな。最果ての浜。あ、すごい星が綺麗っすな。下と上、下。
あ、これは。はい。OK。いいですね。では、ここを拠点として。こっちも、あ、こっちにもあるわ。でも暗いっすなぁ。何もいないし。何もいない、ちょっと待って。貼り付けていこう、ちょっと怖い。一体もいないんだけど、あ、なんか、あ、いた、いた、ピラミッド的な高い瓶がある。放棄するすべて。やだ。ここは高すぎん。ここで何かするんかな。はい、あなたできる。素晴らしい空。いや、確かに。確かに素晴らしくはあるけれども。ちょっと一回じゃあ戻ろうか。ここはまた、後だな。下からはいけないっぽいな。こん中入ってみるか。はい。あ、ここは明るい。あ、駆け抜けないといけないな。ジグラット、なんか新しいとこ来ちゃったんだけれども、あ、はい、もう新しいとこ来たね。よし、というわけで、今回はこの辺りにしておきますか。またね、続きの本は、次回したいと思います。はい。というわけでね、今回の探索はここまでにしたいと思います。次回はこの周辺のエリアですね、探索進めていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。